マザメは、フランス、奥下にー地域圏、タルヌ県のコミューン。タルヌ県とオード県の県境に接し、トゥールーズ・トベジエから等しい距離に位置している。町はおよそ1万人の人口を持ち、人口約2万5千人の都市圏の中心になる。これまでの歴史で、町は150年余り、デレナージュと羊やヤギの皮を用いる、性格業で生計を立ててきた。 それが、マザメの産業革命だった。アルネット川マザメはノワール山地及びオプール岩山、トレのウネマと呼ばれる空洞の麓にある。マザメを流れるのは、トレ川とアルネット川である。温暖湿潤であり、アルン川とアルネット川谷で吹く北風と南西風である、オタン風の恩恵を受けている。マザメの町の近くには、多くの湖や池がある。マザメの町は、 オブール集落を追い出された住民たちが移住してきて生まれた。アルビジョは十字軍時代、シモンド・モンフォールは要塞を攻撃し、住民を虐殺した後に町を破壊した。この虐殺から逃れた人々は、フランスに平和が戻ると、アルネットがあのほとりにマサルネットの村を築き、これが後にマザメとなった。デレナージュ作業中の人々タルヌの町の 国際的な名声は150年前に遡る。1980年代半ばまで、この新型のコミューンは国際的な産業や商業の中心地だった。19世紀半ば、地理的に不利な状況であったにもかかわらず、小さなマザメの町は独自の活動、デレナージュを生み出した。この産業はアルゼンチン、オーストラリア、南アフリカ、ニュージーランド、 ウルグアイとの貿易関係を確立するのに有利に働いた。一方、割合は少ないものの、性格業はデレナージュに一部依存して、羊毛の町の中で良い位置を見つけていた。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をするものの重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。 1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。